張原は郎は、日本の農林官僚。元農林水産審議官、住友商事顧問、岡山米米普及推進ネットワーク顧問、国力倍増熟理事、本場の本物ブランド推進機構顧問、一般財団法人日本ギャップ協会評議員。富山県出身、農林水産省の富山県人会長を務める。富山中部高校、東京大学法学部を卒業。 地域発で地域資源を最大に活かして日本を元気にする。それが私たち世代が後世に贈る最大のプレゼント。第6チャンネル。2017年1月13日閲覧。農林漁業の成長産業化に向けて。農林水産省。2017年1月13日閲覧。農政改革大綱。農林水産省。 2017年1月13日閲覧。ABC、革新的、低価格米粉実験工場完成記念公演。備前米粉事業の意義 by ハリハラ郎講師紹介。岡山米粉面普及推進ネットワーク。2017年7月31日閲覧。国家公務員法第106条の25第1項、等の規定に基づく、国家公務員の再就職状況の報告。 内閣官房。2017年1月13日閲覧。岡山米米普及推進ネットワーク。岡山米米普及推進ネットワーク。2017年1月13日閲覧。日本ギャップ協会について。日本ギャップ協会。2020年10月17日閲覧。チーム、石場の賞さんは、農政の壁に、リズメで迫る2009年5月7日。 日経ビジネス。2017年1月13日閲覧。自民党が正域検証を急ぐ理由。強い官邸が主導する。2014年農業、農協改革シナリオ。日経ビジネス。2017年1月13日閲覧。農協との全面戦争に。日韓労働通信社。2017年1月13日閲覧。 WTO 臨時増刊号、フォローアップ企画ジャパンペーパーの内幕農林水産省経済局国際部、国際経済課ハリハラ郎課長は語る。国会図書館、2017年1月13日閲覧、ありがとうございます。